はい、今ね2023年の3月15日ですか。まあそろそろね、もう大学受験浪人がもう来年ね、もう確定したっていうね、キッズの子たちもね、まあ出てきたんじゃない。もうだって国公立の前期の発表は終わって、後期ももうね、もう終わるでしょ。もうそろそろ後期の発表とか、まあだからもうほぼほぼもう来年浪人しますという子たちさ、出てきたんじゃない。うん、ということでね、今回はね、ステハゲチャンネルオリジンということで、まあ今年からね、新たにね浪人する子たち、まあ二浪でも三浪でもいいや、今現在浪人してる人でもいいけど、そういったね、あれだね、キッズたちに向けて僕のね、たった3ヶ月の勉強で名門中央大学にね受かったという、伝説の3ヶ月浪人時代のその1日のスケジュールっていうのをちょっとね、まあ、よくあるじゃんそういう動画、やっていこうと思います。で紙に書きました。紙に書いたんで、そちらをね、ちょっとまずお見せします。タイムスケジュールみたいな、いくぞ。はい、はい、ちょっとねちっこすぎてね見にくいと思うんだけど、まあ0時から24時っていうのを一つの円グラフにまとめました。こんな感じです。ちょっと見えるか、おい見えるかや、おい。まあいいや、ちょっと一つ一つ解説していこうか。うん、まずどっから行こうかな。じゃあまあ行きましょう。朝起きてた、朝ね起きてからっていうとこから行きましょうか。朝はね、ここね9時に起きます。睡眠ね、睡眠があって朝9時に私してあげね、浪人時代起床いたします。で9時に起きたら、まあ、何をするかっていうとね、もうしょっぱらいきなりね、9時に起きていきなり一問一答、意識が違うよね。朝っぱらからね、9時なんて早起きして即一問一答ですよ。眠いね、寝まなこをねこすりながら、うん、もうすぐやるんだよね俺は。なんかね、その俺の中のこうなんていうのか、こだわりみたいなのがあって、そのもうさっさと終わらせたいみたいな、さっさともう勉強は一日の中でね、勉強を早めに終わらせて、で後の時間もなんか好き放題やりたいみたいな、嫌なことをね後に取っとくの嫌なんですよ。だから俺も夏休みの宿題とかさ、小学校の時とか自由研究とかも割と早めに全部終わらせちゃうタイプでしたね。なんか後に取っとくの嫌いなんだよ。なんかそのなんか嫌なことがさ後に控えてると思うとなんか萎えるから、早めに終わらすっていうことで、まずね朝起きてから、9時起きてからね、まあ30分くらいですかね、一問一答、僕は政治経済選択だったんで、東進ハイスクールが出してる一問政治経済一問一答っていう、こういうこれくらい の薄いやつよ、薄いなんかこうハンドブックみたいな、軽く読めるやつで、まあ、1日10ページくらいをやるっていうね、そういうノルマを課して、そうやるっつっても、ね、読むだけなんだけどね、一問一答こうやって赤いなんかシートで隠しながらで読んでくるだけなんだけど、まあ、1日10ページやって、それをノルマとして、まあ、まず朝やると、朝やって、その後、まあ、ちょっと小休憩挟んでね、プハーって、プハーって小休憩挟んで、コーヒーでも、ね、優雅に飲みながら、プハーって挟んで、次ね、まあ大体10時くらいかな、わからんけど、問題集、英語ね、英語の問題集をやります。これは過去の動画でも話してるんですけどね、英文法ファイナル問題集って、これまたくっそ薄っぺらいね、なんか赤紫色っぽい表紙のね、英文法ファイナル問題集っていうね、あるんですよ、そういう問題集が。それを、まあ、1日1ページか2ページくらい、うん、1ページ、まあでもね、やるんだよ、やるんです。1ページ、2ページは少ないか分かんないけど、まあやるんですよ。基本的に俺ね、使う参考書はね、もう2、3冊で、それをひたすら回しまくるっていう、3ヶ月はひたすら回しまくるって、そういうスタイルだったんで、そう、だからほぼほぼもうね、答え覚えちゃってる。そうだからもうひたすらね、もうね やりまくってしこりまくって、でそう英文法を極めると。僕英語政治経済国語選択で中央大学受かったんでね、だからもうひたすら、やりまくると。で僕国語は捨ててたんで、国語一切勉強せずに英語と政治経済だけをもうひたすらやるっていうことで無双したんで、だからもう政治経済と英語しかやらないんですよ。そんな感じで、まあ英文法ファイナル問題集やったかな、朝ね。そうそうそう、そうそれもね、1日の中でノルマを決めて、1日これだけやるっていう、何ページかやるって決めて
やるということで、そんなんこんなんやってたら、まあ、お昼時になるんですわな。お昼時になるんですよ。なんで11時くらいですかね、まあお昼休憩ということでね、昼飯を食べるわけですよ。昼飯食ったり、まあちょっとね、まあ、疲れるじゃん。疲れるからさ、浪人生って疲れるからこうね、英気を養ってね、こうやって、うんね、リラックスしてね、うん、休憩するんですよ。そうで昼飯食ったりダラダラしたりしてね、うん、でいろいろやると、ほんでね、こっから大事なんだけど、ちょっと浪人生の皆さんね、勘違いしてるかもしれないんだけどもね、1日何10時間とか12時間とかバカみたいにさ勉強してる人いるんじゃない、うん、それね、愚直よ、うん、愚直、何愚直って、これそれ愚策よ、うん、それね、間違いですから、うん、浪人生こそ寝るべきなんだよ、バカみたいに。ね、浪人生のね一番の強みっていうのは、現役生と違ってね、現役の高校生、高校3年生とかと違って一番の強みって何かっていうと、死ぬほど休めることなんですよ。死ぬほど寝れることなのね。高校生、高校3年生ってさ、まあ、高校通いながらとかさ、いろいろしながらねやらなきゃいけないわけだから、休憩の時間ってあんま取れないわけですよ。でもね、浪人生、特に卓郎、俺みたいなニート浪人はいくらでも休めるわけだからね、寝ないと損なんですよ。何の強みも生かせてないわけよ、うん、なんでね、なんでわざわざ浪人してんのにそんなバカみたいに詰め込んじゃってんの、意味ないからそんな、うん、人間はね、寝てる間にね、その昼間ね勉強したこととか昼間ね、体験したことをね、脳みそが整理して、それによって知識とかね、勉強したものがね、しっかりと蓄えられていく、蓄積されていくっていう、そういうシステムなんだから、寝ないやつはねバカなんですよ。ということで、まあ、1時からね6時くらいまでね、寝ます、うん、まあ、大体1時から2時くらいまで、睡眠導入、うん、瞑想したりしてね、そう、精神と時の部屋みたいな意識高めてね、布団の上でこうやって、うん、スマホいじりながらね、もう寝る準備して、で、2時から6時くらいまで寝ます、うん、なんでこれ、2時から6時くらいまで寝るのかっていうと、母親がね、パートに行くんで、この時間帯ちょうどいなくなるんでね、もうパラダイスなわけですよ、もう寝てても気づかれないじゃん。そう、家に誰もいないからね、もう無双状態なんだ。だから、家に誰もいない昼間この時間帯に寝て、気づかれないからさ、で親が帰ってくるその6時頃とか夕方に、親が玄関のね、鍵を開けることでね、カチャカチャって言うとね、俺は気づくわけ。だ、自衛隊みたいに、なんかね、放送が鳴ったらむくっと、ね、起き上がるみたいな、で、あたかもやってましたよみたいな感じで自分の部屋のドアを開けといて、ね、親が帰ってきた瞬間に自分の部屋のドア開けて、机にこうやって向かってね、勉強してる姿を見せるっていう、もうそういう高等テクニックを使ってましたね。そうそうそう、だから、とにかくね寝るんですよ。寝ないとね落ちるね、悪いけど。寝ないやつは情弱、寝ないやつは低学歴。そう、こんな感じでね、そう、こう、あ、楽しかったね、本当に、気持ちよかったよ。で寝て、でまあ6時ぐらいに親が帰ってきてさ、起きてさ、でこれ6時から7時ぐらい、まあ風呂掃除とか炊飯って書いてあるんですけど、まあ文字通りね、ニートなんでね、大学2回も辞めた身で、その前にね、初見の方いると思うんでね、僕のね、輝かしき経歴を言うけど、僕ね、現役で大東文化大学スポーツ健康学部スポーツ科学科ってところに進んで3ヶ月で辞めて、その後1年ニートして、で、リバプールジョンムア大学っていうね、イギリスの名門国立大学に進学したんだけど、そこも1日で辞めて、で帰ってきて、そこから3ヶ月で中央大学に受かったっていう、そういうね、破天荒なね、経歴を持ってない。そうだから2回大学辞めてるんですよ、この浪人する前に。だから人権がないからね、人権が家の中にないから、少しでも家事を やると、いうことで、風呂掃除と炊飯、まあお米をねこうやってシャーって洗って、まあ炊飯器のボタンピッと押すだけなんだけど、もうやりますと、それをね やって、そう、家計にね貢献するという感じの時間ですね、これは。うん、そうそうそう、うん、まあ、この間にまあ飯も食うのかな、
うん、一応この間に飯も食うって感じで、まあ、そんな感じでねしっかりと、家にも貢献して、夜7時から8時過去問、うん、これは大事ね、うん、まあ、過去問っつっても、当然ね中央大学の過去問やんだけどずっとやってたらさもうほとんど覚えてきちゃうわけじゃん。で過去問を覚えてる過去問を何周もしても何の意味もないんで、うん、だからなんつうのマーチの他の例えば青学とか、まあ、明治とか、うん、他のマーチの過去問をもう毎日別の大学の別の大学の別の学科のっていうもう一回たりとも同じ問題を解かないようにって感じで過去問をねなんか東進のホームページにさ載ってるじゃん過去問データベースみたいな それで引っ張ってきてやってましたね過去問を。そう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 、それは大事。もう赤本中央大学の赤本はほぼほぼねもう5年分くらい3年か5年分くらいもうバーってやっちゃったのよ。でもうほとんど覚えちゃったからそうこんな感じでやってたね、うん、これ意外と大事。ちゃんとね時間測ってやるタイプだった。本番さながらね自分の家のねこんな感じでパソコンの前なんだよ。俺パソコンの前でキーボードの前に参考書とかねこう置いてやるタイプだったらパソコンの前にこうやって座ってね、でストップウォッチんタイマー60分とか80分とか本番と同じ時間取って、であえて自分の部屋のドアを開けるわけですよ。そうするとそのリビングのさ親とかがさテレビが見てる音とか親がまあなんか家族が喋ってる声がもうめちゃくちゃ聞こえてくるわけ、めちゃくちゃうるさいわけね、テレビの音とか、うん、でもあえてその環境でやるのよ。なんでかっていうとその集中力をねわざとそのなんつうのかな雑音をわざとね耳に入るようにしてそれでも自分の実力を発揮できるかっていうねそういうトレーニングをするためにわざと自分の部屋のドアを開けて音を入れてやってました。だって本番ってさ絶対緊張とかさまあ何かしらのこう精神的にさ、うん、なんか影響はあるわけじゃん。だからその少しでもね本番に近づけるじゃないけどさ、うん、そのねやっぱりその、うん、万全な 100% の状態で受けれることなんてできるわけないんだから、だからわざとそういう風にちょっとでもなんつうの、うん、なんかハンデっていうかわざとそういうことしてたね俺は、うん、集中力をこう高めるために。そうそう、で、8時から9時お風呂と夜、あ、なんかここに夜飯食ってるわ。あ、まあが、まあバラバラなんだけどね。8時から9時お風呂に入って汚ねえね汁をね叩き流したりしてっていう、うん、まあそうだね、まあ、ここだけ結構ねバラバラではあるね、うん、細かい時間は結構バラバラではあるんだけど、まあお風呂をね入らない日とかもねざらにありましたりね あるけどね、まあ、まあまあまあ、うん、基本的にフリーだから、フリースタイル誕生だから俺の浪人スタイルは、うん、だから、うん、まあ1日勉強3時間くらいやったか、うん、でそれ以外の時間はまあ結構日によってバラバラやね、うん、なんか、うん、まあ、まあそんな感じだ、バラバラです。で9時から10時っていうね肩たたきってあるんですけど、これ大事ね、これお前らよく聞いとけ、うん、ね、浪人親のね寛大なね親御さんたちのおかげで今ね浪人させてもらってるねキッズたちよく聞いとけ。俺はねこれ本当に、まあ別にこれ浪人生時代に限った話じゃないんだけど、実家に住んでた時、親と一緒に住んでた時、毎日親のマッサージしてました。前も話したことあると思うんだけど、そう本当にね夜まあ親が寝る前くらいかなに「おっしゃるぞ」っつって、うん、リビング行って、こういう何か座布団みたいな 長細い座布団みたいなのを引いて、そこに親を寝かせて「やるぞ」っつって、まあ全身マッサージですわ。肩もみからこう肩甲骨もんだり、ね、腰もんだり太ももの裏とかね足の裏とかもね足つぼとかやったり、もうフルコースでね毎日やってました、うん、実家に住んでた時もうほんと何年もやってたね。ほんと物心ついた時から小さい頃からよくねやってたんですよ、うん、まあ親がまあなんつうの肩こりみたいな結構あって、でまあたまに
ね、やってよみたいな感じでね、小さい頃から言われてたんで、まあこうなんつうの、それが習慣になってって、うん、でね、あの家の中で人権がなくなってから、もうちょっとさすがにね、うん、毎日やらな、これやばいなってなって、ほんで、うん、ほんとずっとやってたね。そうそうそう、うん、だからあの聞いとけよお前ら、うん、誰のおかげでね今浪人させてもらってるのかっていうのをしっかりと意識しながら、ね、親御さんたちのね感謝の気持ち忘れない、うん、そうだから、やりましょう、うん、まあね、肩叩きくらい、うん、別にね減るもんじゃないし、うん、別に毎日で なんかろうとも、うん、そういうのね大事だよ、うん、俺はそういう徳を積んで3ヶ月で中央大学に受かったから、うん、受験の神様は見とるでー、うん、そうやってました。で、夜ので10時から11時、まあこれは時間は結構日によってバラバラなんだけど、この肩叩きとか風呂の前にやることもまあ結構あったんだけど、筋トレ、うん、夜筋トレとか、まあランニングとか行ってましたね。やっぱりね、あのストレス溜まるやん、こんな生活してたらね。だから、とにかくね体を動かして、うん、そう、まああとは受験ってね、だらしねえ体してるやつはね、あの受かんねえから、うん、やっぱ受験の神様はねそういうとこも見てるんだよ。勉強だけできりゃねいいってもんじゃねえんだよな。そうだから、フィジカルも必要だから、受験ってやっぱ、まあ、体力勝負なとこあんじゃん受験ってね。やっぱ試験時間が結構長かったりとかさ、うん、やっぱりメンタルだけじゃね、うん、お勉強だけじゃね、ちょっと通用しない部分あるから、体鍛えて、ね、体幹鍛えてこうやってずっと座ってさ、姿勢をこうやって維持するのもさ、ね、体幹が必要なわけだから、うん、そうフィジカル鍛えてっていうのをまあやってたね。うん、これもね結構大事よ本当に。皆さんこれも毎日やるってわけじゃないけど、ちょっと取り入れてみるのもいいよ絶対。本当にね、運動すると、まあ別に筋トレじゃなくてもいいや、運動するとね、やっぱりね、そのなんつうの、なんかホルモンみたいなの出るじゃん、アドレナリンだから、なんかまあそのとにかく気分がさ、強制的にすっきりするわけですよ。本当に自分の意識とはね関係なくさ、まあすごいすっきりするじゃん運動すると。でそれってすごい大事だから、浪人生活をね送る上で。だってこれから1年間もね君たち地獄を見るわけよ。だから勉強だけしてりゃいいってわけじゃないんだから、本当に。だからね、これふざけてると思ってるやろ、こんななんか昼寝してさ死ねボケとか思ったさキッズいるかもしれんけど、1年間続けるんやで、ね、それはね、よっぽどのなんか天才、君がねよっぽどの根性あって、めちゃくちゃ集中力あって、もう1日20時間でもね30時間でも勉強しても余裕ですって言うんだったらいいけど、ほとんどの子たちはねそうじゃないんだから、凡人なんだからね、ちゃんと長いスパンでね、1年間っていう長いスパンをちゃんと計算してね、そんないきなり最初から詰め込んでね何十時間も勉強してったら途中で潰れますぜ、ね、一番大事なね1月とか12月とか2月の時期にさ、ね、息切れしてさ、本来の力出せなくなったらどうすんの。だからちゃんと1年スパンで考える、それ焦るかもしれないけどね、焦るかもしれないけど、でもね俺なんて3ヶ月しかなかったけど焦らなかったね。たった3ヶ月しかないね状態でね、最初 E 判定、マーチ E 判定の状態から3ヶ月で受かったんやで、ね、そんな俺が、ね、焦らずにできたんだから、君たち1年もあんだからいけるやろ、はい、そうだから、うん、もちろん焦る気持ちはわかる、こんなんで大丈夫かなって、もっと勉強した方がいいんじゃないかなって。まあ勉強できる子はね、それねいくらでもやらええやろうけど、やっぱ身が入らないとかね、集中力続かねえって子はあえてちょっとね、うん、スタイルを変えてみるっていう、うん、大事ですよ、うん、やっぱり集中してない状態でだらだら机に向かってても意味ないから、そんなの。だからいかに自分の集中力を高め、集中力を高めさせるね、その術をね、自分の中でこう確立させるかっていう、うん、大事よ本当に、メリハリつけなきゃ、うん、そう、なんです。俺なんてねこんな3時間くらいしか1日勉強してないけど、その3時間はね世界一の3時間やで、うん、誰にもね負けねえ3時間で、悪いけど、うん、この俺の3時間よりもね集中できるね、やつはねこの世に存在しないと思う。本当にねガチやから俺。そう。だからダラダラ続ける10時間よりもね、もうみっちりガチ集中した数時間なんだよ。
そういうのが大事で、やっぱりその浪人生勉強がね本分って言ってもやっぱり若い貴重な時間じゃないですか。19歳20歳、ね、21歳、そんな若い時間をねやっぱりその勉強だけに費やすってもまあなんかちょっと寂しいじゃん。だからまあ一日ちょっとでもいいからなんかちょっと違うことやって、それがまたなんか、うん、自分のまあ受験勉強のねプラスになるかもしれんしさ、うん、大事ですよそういうの。そうそうそう。で夜ね11時からまあ1時くらいまでですか、パソコンとかスマホいじしてね、で1時くらいですかね大体ね睡眠と The end で、また朝9時に起きるってそういう生活でしたね。ああそうそう。だからこんな感じのね地獄の3ヶ月間を耐え抜いて、見事ね E 判定からねマーチ合格っていうね奇跡のね離れ技を成し遂げたっていう、まあ、サクセスストーリーですね、うん、はい、ね、サムネ用に撮っとくけど、そんな感じですね。えだから、うん、なんだろうね、まあ、別に特になんだろうねとか言ってるから特に言いたいことないけども、うん、ちょっと引き伸ばしに引き伸ばしてねアニメ版ドラゴンボールみたいなことするけど、そんな感じです。なんで、はあ、まあ他になんか浪人というか、まあ、受験に関してね、瀬萩先生のねこの意見が聞きたいとかこういう動画が見たいっていう方がいたらねコメントで、ね、教えてください、うん、まあこんなもんで受験なんてねこの程度でいいんだよ。リラックスリラックスしてね、ね、ガッチガチに勉強してねくっそ勉強したやつのねくっそ勉強したやつがね当日くっそ緊張したりくっそコンディション悪くて10% しか本来の力の 10%20% しかね出せないよりもまあなんか大して勉強してないそこそこ勉強したやつが、ね、ガッチガチにねコンディション整えて、ね、本番 100% のね力を出せる方がね強いですから、そっちの方が上だから、ね、そこら辺考えた方がいい。本番のその俺やっぱ本番に強いから、本番面ねやっぱ本番イギリスのプレミアでやってたからさ リバプールで。本番にいかにねどう力を発揮するか1年後にどうピークを持ってくるかっていうのをまず考えな。俺そこがうまかったんだよね。3ヶ月後に受かってる状態にすればまあそれでいいやっていうそういう思考でいたから、それは俺ね勉強始めた時本当浪人1日目初日最初の1ヶ月間くらいゴミだったよ本当マジで。ほとんど単語英単語とか英文法全然 SVC とかさ SVOC とかあるじゃん、俺全く頭入ってなくてもう本当基礎の基礎みたいな中学レベルのね知識もねなかったのよ本当に。政治経済とかも本当にそう、うん、どっちも英語政治経済もどっちも死んでて、でもねなんかねとりあえず英単語を覚えなきゃやべえなと思ってターゲット、もう 前もちょっと話したんだけどターゲットっていう英単語帳あるじゃん、それをずっと読んでたのよ一日ずっと読んでたの。なんかね昔ね高文堀江っていうね高ポンっていうね堀江門っていうやつがね東大に1年で受かったっていうなんかブログを書いてて、でそこになんかねもうひたすらずっと英語の単語帳を読んでたみたいな書いてたの、うん、でなんかもうやっぱもう なんつうの単語が分かれば別に文法なんてどうでもいいからひたすら単語帳を読んでましたねきみたいなこと書いてて、なんか最終的にはもう何も見なくてもその単語帳の何ページのどこに何があるかみたいなのを分かるようになってたみたいなね、高文堀江がね言ってたから、俺もまあじゃあそれに習ってやってみるかと思ってさひたすら単語帳やってたんだけど全く頭に入んなくてバカすぎて俺単語帳とか無理なタイプだったんで全く頭入んなくてさ、うん、だから本当最初の1ヶ月はね死んでたんですよ、うん、
それよりも、まあ、あのそれ以前に本当に基礎の基礎の文法がなってなかったから、なんだっけな、ヴィンテージっていう英文法のなんか参考書みたいなんだよ、ヴィンテージだっけ、なんかあったじゃん、そういうなんか英文法をちゃんと基礎からちょっとまず最初にやって、でまあ少しあの覚えてきたら仮定法を書くとか仮定法がどうのこうのとかちゃんとまあ一応高校生の分野全部やった後に、うーん単語帳を読んでもしょうがないから、まあ、問題集、まあ、英文法ファイナル問題集とか、あとはあの基礎英文問題成功、結構ねあの俺にはね難しいやつだったんだけど、そのまあなんかそれをやったりしてってな感じだな。本当だから英文法ファイナル問題集と基礎英文問題成功だけだ俺英語で使ったの多分。あとはまあ過去も やるって感じで、そうだから、うん、まああれなんだよね、言ってしまえば最初の1ヶ月であのほぼほぼ無駄にしたんだけど、マジで何の意味もなかったんだけど、まあその無駄な時間っていうのがね、やっぱ必要だったんですよね。やっぱりね人間って無駄なことなんて何一つないですから、ね、成功よりもね失敗から得られるものの方が多いね人生ってのは。だからそう最初の1ヶ月2ヶ月失敗してもね別にまあいいじゃん、まあ無責任なこと言うやけど、だから そこであちょっとこうした方がいいかなっていうのを気づいて、そこからのね残り10ヶ月とか、ね、自分に合ったスタイルでやっていけばそれでね、白って200色あるね、こんな感じですね。あちなみに政治経済に関しては本当に答申の一問一答しか本当にやらなかった。あとはなんかね親にね強制的にねあまりにも親が心配してね、こいつ大丈夫なのかってろくになんかね勉強してる様子を多分感じなかったんだろうね、さすがに。だから心配してなんかね河合塾のね横浜とか秋葉原のね河合塾の冬季講習1週間くらいの冬季講習にねなんかぶち込まれて、それだけ行ってこいって言われて、どうしてもお願いだからそれ行ってって言われて、その冬季講習でもらってきた政治経済のなんか河合塾の特別独自テキストみたいな時事問題とか書いてあるそれをやったりしながら結構面白かった。そう1週間だけ入れさせられたんだよ河合塾に。そうこんな感じですかね。で、あちなみに国語は前も言ったんだけど漢字だけやった。漢字のこんな薄っぺらいドリルみたいな大学受験用のドリル買ってきて漢字だけちょっと極めて、それ以外ノータッチ。中央大学の入試って漢字が出るんですよ国語で、だから漢字だけ満点取って、まあ、10点か15点くらい取れるじゃん。それ以外は適当に選択問題選択式で適当に選んどけば、まあ漢字満点と合わせて3割くらいは取れるだろうっていう、少なくとも3割は取れるだろうなと思って、で国語3割英語8割政治経済8割で受かるっていう、ね、計算だったんで、まあ、その通り多分その通り行ったんだと思う。もしかしたら国語4割くらい行ってたかも、適当に選択しただけでも、うまくいけば4割くらい行くんだよ、うまく噛み合ったら。だから、うん、で政治経済とか英語も全然難しくなかったから8割9割くらい絶対行ってたんで、そんな感じで中央大学はね全体で 6.5 割くらい取れればいけるから多分、まあ、ギリギリかもしんないけど普通に受かったね。あとプレワンフレックスプラスワンコースプラワンコースっていうちょっと上のコースに受かったんで、うん、そのおかげで第二外国語をね受けずに済みました。最高でした、うん、ということでまあ終わろうか。30分超えたらね、ね Z 世代の最近の、ね、TikTok キッズの子たちがね長すぎてねブチ切れちゃうからね。じゃあまた受験系の動画撮ります。